山陽鉄道12系5900型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した点打式蒸気機,機関車である。元は、山陽鉄道が、アメリカのボールドウィン車で28両を製造した、車軸配置4から4から0、2気筒端式の飽和式点打機関車である。ボールドウィン車の種別故障は8から 24C。 西洋鉄道での形式は12系であった。1906年、西洋鉄道は国有化されたが、しばらくは、西洋鉄道時代の形式番号で使用された。その後、1909年には、鉄道員の車両形式称号規定が制定され、本形式は5900型に改められた。製造の状況は、次の通りである。西洋鉄道が、急行列車県引用として、 本格的に導入したのが本形式で直径 1524mm の動輪を持つ。形態は典型的なアメリカ古典機スタイルで、ボイラーはワゴントップ型で、第一感動に砂箱、第三感動上に蒸気ドーム、下室上に台座付きの安全弁を設けている。また、1897年製の18両と1901年製の10両とでは、 全端ビームや煙突の長さ、ボイラー中心高さ、淡水車、ボギー台車の軸距などがわずかに異なっていたが、形式の区別はされなかった。また、仙台車の車輪のスポークの本数が1897年生は8本、1901年生は10本であったが、後の振り替えによって入り乱れていた。また、同時期にロジャーズ車で製造された13型とは、 細部の寸法は異なるものの、ほぼ同型である。国有化後は、関西本線西部、総武本線、房総線に転属したが、1923年に17両が岡山に集められ、山陽本線で、残りはそのまま、関東地方で使用された。廃車は1925年から1932年にかけて行われたが、譲渡されたもの、保存されたものはない。 形式図前期型の所源を示す。ありがとうございます。